クイズすごろくを作りました。なぜこの作品を作ろうとしたかというと、最初はクイズとすごろくのどっちを作るか迷っていたんですが、考えた結果両方作りたかったんで、両方を融合させて作りました。作品の遊び方は2人で行い、基本的には普通のすごろくと同じ遊び方ですが、特定のマスに止まることでイベントが発生してクイズを解くことで、1マス進めたりします。まず自分の、まず名前を入力します。B で、A がサイコロを振ると、すると見えにくいんですが、ここに現在地などが表示されます。ボーナスマスに当たりました。これでクイズを解くと、当たったんで1マス進めます。これは外れたら1回休みです。じゃあ外れます。外れたんで1回休みになります。A がゴールしました。工夫した点は、マスにクイズを設け、それの正解や不正解によって進み方が変わるという点です。苦労した点は、すごろくの途中にクイズを入れるということにとても苦労しました。また2人のターンが交互に来るので、クイズが入っているので少し複雑になって苦労しました。感想です。やはり日本語でもプログラミングは難しいと感じました。しかし自分でもプログラミングができて嬉しかったです。そしてこれからも機会があればプログラミングをやりたいと思いました。以上です。